まりさ、前に聞いたインフレモンスターの話を思い出して気になったんだけど、無双襲撃戦で強かった極み個体ってたくさんいるのよね。ああ、極みホエル人オーガを筆頭に8種もの極み個体が登場していて、そのどれもがインフレ級の強さを持っていたな。極みホエル人オーガが上位ラオシャンロン20頭分って話が、頭から離れないのよね。せっかくだし、極み個体を全部紹介してやろうか。怖いような気もするけど、徹底的に知っておきたい気もするわね。じゃあ今回は、ヤバすぎたフロンティアの極みモンスターたちをまとめて紹介だ。フロンティアがサービス終了した今となっては懐かしむことしかできないからな。フロンティアをプレイしたことがない人も驚愕すること受け合いのラインナップだぜ。怖いけど楽しみになってきたわ。まず簡単に極み個体の説明をしていくぜ。極み個体というのは、フロンティアのイベクエで登場した史上最強のモンスターたちだ。フロンティアのインフレの極みってことよね。前に聞いた話でも、かなり強そうだと思ったわ。極み個体は通常難易度の撃退クエストと高難易度の討伐クエストがあるんだが、制限時間は撃退の場合は20分、討伐の場合は10分だぜ。え、難易度が上がって制限時間も短くなるの？撃退ラインは残り体力 40%。討伐クエストは全体力を削る必要があるからなおさらだな。しかも、極み個体は驚異的な全体防御率と攻撃倍率を誇っている。聞き慣れない単語ね。攻撃倍率は、そのまま攻撃力と考えていいぜ。極み個体は単発威力よりコンボで跳ねてくる攻撃が多いから、むしろ重要になるのは全体防御率だな。全体防御率とは、ハンターの攻撃がモンスターにどれくらい通るかの数字だ。肉質とは違うの？もっと大枠の話だな。過去作のモンハンでは、クエストのランクに応じて全体防御率が決まっていたんだ。例えば、上位クエストは全体防御率がだいたい 0.8 くらいなんだが、全体防御率 0.8 だと、100ダメージが入るハンターの攻撃が80ダメージになるぜ。全体防御率 0.8 だと、本来のダメージの 80% しか入らないのね。主にフロンティアとダブルクロス以前の過去作の話で、ダメージが見えない頃の話だな。ちなみに G級クエストの場合はさらに全体防御率は下がる。これから紹介する極み個体は、この全体防御率が異常なんだぜ。ハンターの攻撃が強くなった分、全体防御率で抑制したってことね。まず紹介するのは、総統襲撃戦、防が覚醒編、で登場した個体、極みクラウイビル城だぜ。怒りクラウじゃなくて、極みクラウなのね。一体、どんな個体だったのかしら。極みクラウイビル城を見て、まず思うのは、光ってる、ということだな。この見た目のせいで、金城とか、とにかく明るいイビル城とか言われていたぜ。金城はともかく、とにかく明るいイビル城って、もはやゲームイメージ見てるわね。それで、どんなクエストだったの？撃退クエスト、討伐クエストの分類はまだなくて、個体が微妙に違うんだ。通常難易度の場合は上クラウイビル城という個体2頭を制限時間20分で、高難易度の場合は極みクラウイビル城2頭を10分で討伐するクエストだ。通常個体1体だけでも手を焼くのに、特殊個体2体で制限時間も短いなんて、このクエストのヤバいところは、制限時間とさっき説明した全体防御率だ。全体防御率は、メインシリーズの G級が霞むレベルの 0.15 だぜ。100ダメージ入る攻撃でも15ダメージしか入らない。メインシリーズの最難関クエストが裸足で逃げ出すレベルね。制限時間が短い上にダメージも通らないなんて、クリアできる人がいたのかしら？そう思うところだが、このクエストには抜け道があったんだ。抜け道？物理耐性がめちゃくちゃ高い割に、属性耐性が低かったんだ。アイスボーンの通常個体の方がまだ属性耐性が高いというありさまでな。しかも、モーションは通常個体と大差ないという特徴もあったんだ。それだと、属性さえ積んでおけば普通のイビル城と変わらなくならない？その通りで、閃光玉を投げ続けて2頭を分断する閃光も有効になってしまい、思考停止で閃光付け&属性攻めという閃光が通用してしまったんだ。それは意外だけど、私がプレイヤーだとしたら簡単なのは嬉しいわ。霊夢はそうかもしれないが、当時は賛否両論だったな。上クラウのクエストはともかく、極みクラウのクエストはチャレンジの意味合いが強く、強くあるべきモンスターの攻略が、属性攻めで簡単に枯れる点が問題になったぜ。極みクラウイビル城に挑むような層からすると、複雑な心境だったんだろう。私にはわからない感覚かも。次に紹介するのは、極み個体第2弾として無双襲撃戦、雷神覚醒編、で登場した、極みホエル人オーガだぜ。極み個体はここである種の覚醒をしたと言っていいだろうな。前にマリサが解説していた極み個体の一種ね。イビル城と違い、今回からは撃退と討伐。どちらのクエストも同一個体が相手だ。制限時間や強さに違いはあるが、どちらも極みホエル人オーガと戦うクエストだぜ。極み個体と戦うクエストの仕様が統一された感じね。前に聞いた話だと、体力が上位ラオシャンロン20頭分。なんだっけ？
ああ、改めて説明すると、討伐クエストの極み吠える神オーガの体力は2万7000だ。そして、全体防御率は驚異の 0.05 だぜ。消費税より低いじゃない。100ダメージの攻撃を当てて、5ダメージしか入らないってこと？その通りで、まさかのダメージ 95% カット、本来の20分の1のダメージしか通らない。単純な計算だが、2万7000の体力の20倍で実質的な体力は54万だ。怒り状態の補正値がかかる分、実際は少し違うんだが、ビビたるさだな。上位ラオシャンロン20頭分の意味がよくわかったわ。あのラオシャンロンが東京ドームみたいな扱いになるくらい、すごい体力だったのね。当時のプレイヤーにとっても、この耐久力は衝撃的でな。ウォーフリーザ様のセリフをもじって、私の体力は54万ですというネタが有名になったんだ。というか、もはや倒せないのでは。撃退クエストは20分で体力を残り 40% まで削ればいいが、討伐クエストは10分で体力を全部削り切らないといけないからな。少ない隙を見極めて効率的にダメージを与えないと、ドローにも立てない状況だったぜ。もちろんだが、被弾はほぼ死を意味する。そこまで手を尽くしてもクリアできるかわからないって、もはや意味がわからないわ。このクエストは屈指の難易度を誇り、クリア動画が出回ったのは、なんと実装から3日目だ。しかもそれは4人パーティーでの話で、ソロのクリア報告は登場から7ヶ月後のことだったんだぜ。ここまで大変だと、倒したご褒美も欲しくなるわね。気になる報酬だが、極み吠える神オーガの討伐クエストをクリアすると、月下を極めし者という称号がもらえたぜ。あら、称号だけなの。当時は最強クラスの防具のための素材も手に入ったが、撤退クエストでも手に入るし、やはり報酬の目玉は称号だったぜ。称号って、そんなに嬉しいものなのかしら？メインシリーズでは、個人的な達成感以上の意味はあまりないが、この称号のインパクトは絶大だったんだ。オンラインゲームだし、つけてると一目置かれるとか？その通りで、この称号をつけた人が入室すると、ファンタジー作品の実力者を見た時みたいなざわめきが、リアルに起こるほどだったんだ。あいつ、月下持ちだぞ、みたいな感じだな。それは気持ちいいかも。極み吠える神オーガはプレイヤーからも好評で、後続の極み個体に続いていくぜ。ちなみにフロンティアメモリアルサイトの、通算クエスト失敗率ランキングによると、極み吠える神オーガは第5位にランクインしている。これで5位。次に紹介するのは、無双襲撃戦、竜帝覚醒編、で登場した極み個体、極みスベルグアンゾルムだぜ。グアンゾルムってモンスター自体が初耳なんだけど、低星竜グアンゾルムはフロンティアオリジナルモンスターだから、簡単に説明するぜ。グアンゾルムは、古代の建造物の、クモミトリデに生息する固有種で、これまたオリジナルモンスターの小型飛竜種エグラスを刺激しているんだ。小型とはいえ、飛竜種を刺激するって凄みがあるわね。見た目にもその威厳が現れていて、頭部の角は王冠のような見た目だぜ。さらに特徴的なのはド派手な翼膜の模様で、鋭いトゲの生えた尻尾も脅威だな。火炎放射や炎の竜巻など、見た目も攻撃も正統派ドラゴンという感じだぜ。エグラスを用いた攻撃をしてきて、特に滑空攻撃は被弾すると即死だったな。即死？滑空攻撃に当たると、場外に投げ飛ばされるんだ。このシュールな光景から出火と名付けられたこの攻撃は、遅延行為としても悪名高かったな。オンラインゲームゆえのネーミングセンスが光ってるわね。さて、簡単ではあるが、ここまでがグアンゾルムの説明だ。そういえば、極み個体の話はこれからなのよね。ここまで説明したグアンゾルムの極み個体が、極みスベルグアンゾルムだ。極み個体初のフロンティアオリジナルモンスターであり、情報解禁時は、皇帝と称されたぜ。極み個体の特徴は、さらに派手になった色と翼膜の模様だな。炎や竜属性攻撃も金色になっている。見た目も皇帝って感じにランクアップしてるわね。実際の強さはどうだったの？最初のムービーの動作で初見殺しの攻撃をしてきたり、エグラスたちと連携してスパーキングしたり、色々と極まっているな。G9 ハードコアの第2形態の怒り状態がデフォルトとなっている。ラージャンで言うなら、最初からずっと陶器硬化状態みたいな感じかしら。いい例えだが、もっと危険だぜ。見切りにくいのに即死レベルという、凶悪コンボを使ってくるからな。即死レベルのコンボ？3連続で炎の暴風を放つ技と、両方向からチャージブレスを炸裂させる攻撃だな。どちらも最初の攻撃に被弾するとそのまま最後まで食らうコンボ攻撃で、死因の8割はこの攻撃によるものだったくらいだ。グアンゾルム自体が大きいから、予備動作が見えにくいのも難点だぜ。駆けり虫受け身もないし、逃げられないのね。でも、体力に関してはどうなのかしら？極み吠える神オーガでやりすぎたせいか、討伐クエストでも体力はそこまでだったぜ。討伐できるハンターも前回と比べると多かったんだ。ステータスで言うなら、他の極み個体よりも低めということだな。現実的にクリアできるレベルだったのね。とはいえ、制限時間は10分だし、難しいことに変わりはないぜ。
次に紹介するのは、無双襲撃戦、人瞬覚醒編、で登場した極み個体第4弾、極み×ナルガクルガ、だぜ。ナルガクルガも極み個体になっていたのね。真っ白で、見た目だけでも目立つよな。そして極み×ナルガクルガは、極み吠える人王が異常の強敵だぜ。え、あれを超えるの？単純な数字の比較になるが、討伐クエストの体力は3万で、気になる全体防御率は極み吠える人王がと同じ 0.05 だ。単純計算で言うと、極み吠えるナルガクルガの体力は60万だな。少年漫画みたいな話で、感覚が麻痺してくるわね。これ、もはやクリアできる人いなかったんじゃない？肉質が極み吠える人王がよりも優しく、フロンティア Z になってハンターも強化されたから、極みかけるナルガクルガはまだ優しいというのが当時の反応だったぜ。クリア報告も先行配信当日に上がっていたしな。そうなのね。フロンティアを戦い抜いたハンターたちの実力、めちゃくちゃすごいわね。だが、極みかけるナルガクルガも常軌を逸した強敵だったことは間違いないぜ。まず、最初のムービー内で極みかけるナルガクルガは攻撃の予備動作をするんだが、ムービー明けの開幕で即死攻撃を出してくるんだ。開幕で？ああ、かまいたちによる攻撃で、さらにハンターを吸引する効果もあるから、対策してないと開幕で落ちるんだぜ。ムービー中の BGM 演出が見事なんだが、見とれてもいられないんだ。さらにナルガクルガらしい毒のトゲも健在で、しかも移動の際に風の渦を発生させてくる。移動でも攻撃が発生するとか、極まってるわ。演出も極まっていて、極み吠えるナルガクルガは、移動モーションで消えたりもするぜ。ナルガクルガ希少種の透明になる能力も持っているの。希少種は光の屈折を使って姿を消すが、極み吠えるナルガクルガは違うぜ。単純に速すぎて見えないという演出なんだ。ドラゴンボールの高速で移動するのと同じだな。そんなの、メインシリーズ基準のステータスで出てきても勝てないわ。ちなみにさっき話したクエスト失敗率ランキングの2位はこいつだぜ。さらっとすごいこと言わないでよ。次に紹介するのは、無双襲撃戦、灼霊覚醒編、で登場した、極み焼きコールエルゼリオンだ。このモンスターもメインシリーズには出ていないわよね。その通りで、フロンティアオリジナルモンスターの一種だぜ。姿を見れば察しがつくと思うが、エルゼリオンは固有種だ。じゃあ、グアンゾルムと同じで通常個体がいるのね。ああ、まずは通常個体の灼霊竜エルゼリオンについて話しておくぜ。エルゼリオンは塔の頂上で発見された固有種で、最大の特徴は炎と氷を半身ずつ、同時にまとっていることだ。フレイザードみたいな感じね。寒さと暑さで大変そうだわ。いや、そんなスケールの小さい悩みは持ってないと思うぞ。話を戻すが、エルゼリオンは白銀の鱗に覆われた体と炎と氷の美しさが特徴で、ねじれるように生えた巨大な角もなかなかの存在感だぜ。縦髪はまとっている属性、すなわち温度で変色するんだ。聞けば聞くほど美しいわね。それはそうと、なんか人王画に似てない？エルゼリオンの骨格のモデルは人王画だからな。あら、やっぱりそうなのね。人王画に似ているが、それは体格だけの話でな。エルゼリオンは炎と氷、二つの属性を使った連撃で、ハンターを苦戦させた固有なんだ。それが極み個体になったってことは、その通りで、極み灼気コールエルゼリオンはフロンティア最強とも言われる存在だったんだ。極み吠える人王ガや極みかけるナルガクルガの、中間くらいの強さと言われたが、初見での強さは最強クラスとも公式は言及しているな。屈指の強敵なのは間違いなさそうね。攻撃力こそそこまでではないが、極み個体おなじみのコンボで即死する攻撃が多く、属性やられなどの妨害要素も厄介だったな。ちなみに気になる全体防御率は 0.03 だ。全体防御率がだんだん、無に近づいてない。しかも、またコンボ攻撃？いずれかの攻撃に当たると死ぬまで殴られるのが極みモンスターの攻撃だからな。極み焼きコールエルゼリオンも例外じゃなく、新、灼霊解放と大灼霊放出が凶悪なコンボだ。新、灼霊解放は熱風による大損、両足叩きつけと溶解。そして最後はエルゼリオンお得意の灼霊球を、上空で大量爆発させる技だぜ。ド派手だけど、被弾してから逃げられたりしないの？この攻撃のどれかに被弾すると打ち上げられ、その後の攻撃も被弾確定になる。最後の灼霊球爆発は当たると吹っ飛ぶが、無敵時間がないから、上空でピンボールのように吹っ飛ばされ続けて力尽きるぜ。ピクトグラムを吹っ飛ばすゲームみたいになるのね。もう一つの大灼霊解放もコンボになっていて、最初の超方向とハンターを氷付けにする二つの高速のどちらかにはまると、エスカトンジャッジメント並みの超高速スリップダメージで即死するんだ。一部の武器では回避モーションをうまく使えば回避可能だったらしいが、達人レベルの技術がないと回避不可能だったぜ。私には回避不能ってことは、十分にわかったわ。極み個体の中でも最強なんじゃない？間違いなくトップレベルだと思うぜ。さっきから言っていた、クエスト失敗率ランキングのトップはこいつだからな。実質最強じゃない。
次に紹介するのは、無双襲撃戦、白井覚醒編、にて。極み個体第6弾として登場した。極みおごるブレムディラだ。ブレムディラ？聞いた覚えがあるわね。前にも話した、天狼の番人を討伐せよ、のターゲットがブレムディラで。その極み個体が極みおごるブレムディラだ。ブレムディラは戦闘エリアを一瞬で凍りつかせるほどの霊気を持ちながら、被弾イコール即死の解毒ブレスも操り、ハンターを葬ってきた強敵だぜ。その強敵の極み個体って、もう脳の処理が追いつかないんだけど、出会った瞬間にハンターが氷漬けになって終わりじゃないの？いや、極みおごるブレムディラは霊気の代わりに紫色の稲妻を操るんだ。あら、使う属性自体が違うのね。だが、強敵であることに変わりはないぜ。解毒は相変わらず使うし、稲妻に解毒をまとわせて攻撃してくるしな。ブレスの破壊力も健在で、ひるみなしの多段ヒットで問答無用の即死だぜ。だが、最も恐ろしいのは、討伐クエストの制限時間が、最大で10分という点だ。最大でってどういうことよ？天狼の番人のシステムの特徴は何回力尽きてもクエスト失敗にならない点だが、その代わりに、力尽きるたびに制限時間が1分減少するんだ。そういえば、前にも言っていたわね。って、10分しかない制限時間がさらに減るの？その通りで、力尽きないで戦い抜いて初めて、制限時間が10分なんだ。即死級の攻撃が飛んでくる中で、ベストを尽くして10分。しかも、フロンティア Z の環境でハンターも強くなったとはいえ、体力3万な上に、討伐クエストの全体防御率は 0.04 だ。これもう、無理じゃない？解毒耐性のスキルとかがあれば話も変わるかもだけど、あるにはあるが、シュレンドウスキルだったぜ。シュレンドウ？細かくなるから割愛するが、手に入れるのが難しかったとだけ言っておこう。極みおごるブレムディラの必須級スキルには、このシュレンドウスキルがいくつもあったんだ。必須スキルが多くて、習得も難しかったってことかしら。サンブレイクで例えると、イベクエに挑むのに、怪異研究レベルマックスが必要って感じだな。それ、大体の人は門前払いレベルでは、挑むためのハードルは、間違いなく極み個体トップだろうな。それだけの用意をして、即死攻撃をかいくぐって、10分間戦わないといけないのね。極み個体との戦いは、即死攻撃を避けながら攻撃を続ける、さながら地獄のマラソンのような感じだからな。走り切っても倒せるかわからないのよね。次に紹介するのは、無双襲撃戦、爆炎覚醒編、で、極み個体第7弾として登場した、極みお相棒ガバドルムだ。あら、またフロンティアオリジナルモンスター？そうだぜ。爆無遊母ガバドルムは、8個で発見された非遊種モンスターで、最大の特徴は青白い霧状のガスを身にまとっていることだな。爆無遊ってことは、そのガスが爆発するのかしら？その通りで、ボガバドルムはガス爆発を攻撃と防御に使うんだ。攻撃はわかるけど、防御？ボガバドルムの皮は、衝撃を受けると小さな爆発を起こすんだが、この爆発で外部からかかる力を相殺する仕組みになっているんだぜ。この仕組みは現実世界にもあって、爆発反応装甲と呼ばれているぜ。現実にある仕組みを使うなんて面白いわね。ボガバドルムは頭部頭で、そして尻尾に伸びている管でガスを排出し、それを活用しているモンスターなんだ。腕の部分には火打ち石のような突起があり、これを使って爆発を起こすぜ。ちなみに背中の特徴的な塊は、外骨格だ。面白いモンスターだわ。極み個体じゃなかったら会ってみたいかも。霊夢の希望に反して、ここからは極みお相棒ガバドルムの話に移るぜ。パッと見で思うのは、表皮も外骨格の色も通常個体とは別物ということだな。あ、趣味があるわね。にしても極みお相棒って、独特な故障だわ。ボガバドルムは怒ると執拗に攻撃してくる性格でな。極みを襲うというのは、その性格の強調だと思うぜ。なるほど、恨みを忘れないタイプね。で、極みを襲うボガバドルムもとんでもない強化がされてるんでしょ？ボガバドルムは攻撃が大振りなんだが、極み個体はその短所をカバーしているぜ。行動速度が速くて隙が少なく、一つのガスの爆発回数が2回になり、爆破やられになってから爆発するまでの時間も通常より速くなっている。隙がなくなってるのね。だが、大振りな攻撃をかいくぐってダメージを稼ぐという、ボガバドルムに対する基本的な立ち回りは変わっていないんだ。攻撃力が異常だから、それが難しいんだけどな。どのくらい高いの？攻撃倍率で言うと、討伐クエストで 36.00 だな。馴染みのない数字だから体感で言うと、方向と振動以外は何を食らっても即死するレベルだ。何食らっても即死するから火事場一択という極論も否定できない状況だったぜ。体力ゲージが意味を成してないわね。耐久力はどうなの？全体防御率は 0.03 で、行くところまで行った感じだな。ざっと計算して、極み吠える人王が2等分くらいの耐久力があったぜ。つまり、上位ラオシャンロン40等分。そうとも言えるな。極みお相棒ガバドルムを倒すためには、即死級の攻撃をかわしつつ、10分で極み吠える人王が2等分のダメージを与えないといけないということだ。ハンターの強化もされているとはいえ、改めて異次元だと思うぜ。
感覚が麻痺しすぎて、逆に楽しくなってくるわね。でも、弱点とかないの？通常個体と共通した弱点だが、ボガバドルムはガスを排出する管を部位破壊すると、ガスの噴出を防げるんだ。とはいえ、ダメージがほぼ通らないことに変わりはないし、そもそも極み個体のステータスは異次元だから、合ってないようなものだったけどな。ガスが減ろうが、他の攻撃に当たったら即死だもんね。次に紹介するのは、無双襲撃戦、後期覚醒編、で登場した。フロンティア最後の極み個体である、極み輝くゼルレウスだぜ。あら、リオレウスっぽいわね。通常個体の機械竜ゼルレウスもフロンティアオリジナルモンスターで、リオレウスの真珠と言われているぜ。光の竜って感じだわ。リオレイヤに酷似した黒い比竜アンノーンとは対照的な存在だな。だが、戦闘スタイルはリオレウスとも他のワイバーンともかけ離れているぜ。ブレスとして青白い弾や光線を発射する他に、全身にまとった粒子を結晶状に変化させて攻撃してくるんだ。不思議なエネルギー、ダラーマジュラみたいね。尻尾を切断するとエネルギーの蓋が外れ、さらに強力になるのも特徴的だ。だが、最大の特徴は相手によって形態を変化させることだな。対峙する者の心を映し出しているとも言われているんだが、形態変化によって攻撃までもが多彩に変化するんだ。私の心を映し出して、一目散に逃げ出したりしてくれないかしら。それはないと思うぞ。ゼルレウスはフロンティア最後の追加モンスターなんだが、リオレウスモデルのモンスターを最後に出してくるあたり、開発も粋だよな。で、その極み個体が極み輝くゼルレウスなのね。そういうことだ。極み輝くゼルレウスは、光の色が紅色になっていて、まがまがしい感じになっているぜ。通常個体と違って、最初から結晶が肥大化しているのも特徴だな。極みスベルグアンゾルムと同じで、いきなりクライマックスって感じね。どんな攻撃をしてくるのかしら？鏡のような光の玉を作って、そこに光を照射し周囲を焼き尽くしたり、光をまとって上空を高速移動して急降下し、周辺のことごとくを破壊したりするぜ。バルファルク？見た感じ、飛行速度はバルファルク以上だな。極み輝くゼルレウスの必殺技は後期流星という技なんだが、高速飛行の後に超振動が発生する着陸、そして光を照射して大爆発させてくるぜ。巻き込まれると空中に打ち上げられて、250ものスリップダメージを受ける。シンプルに言うと即死するぜ。即死というワードに、もはや驚かなくなってるわ。後期流星は体力に応じて発動する技だから対応しやすかったのは救いだけどな。だが、これに匹敵する超滑空という攻撃も厄介だったんだ。超滑空？アンノーンが駆使してきた滑空攻撃の通称で、この超滑空がヤバかったんだ。暴風を起こしてから、地面を破壊しつつ、滑空してくる攻撃なんだが、予備動作が短くてな。しかも、暴風に当たると打ち上げられてしまい、その後の滑空攻撃の被弾も確定する。メインシリーズに使えてはいないが、飛竜種の最強技と言っても過言じゃないな。お約束のコンボ攻撃ね。極み輝くゼルレウスはその超滑空を継承しているんだ。コンボで食らえば即死レベルで、下手をすると暴風だけで落ちるぜ。ちなみに暴風で落ちても滑空攻撃は食らう仕様になっているんだ。さながらモンスター側のヒートアクションだな。暴風を食らった時点でコントローラーを投げたくなる攻撃ね。耐久力はどうなのよ？全体防御率も攻撃倍率も、他の極み個体と同じくらいだな。V 破壊することで、厄介な要素を封じることもできたぜ。とはいえ、最後の極み個体の極み輝くゼルレウスもとんでもない強さだったわけだ。ド派手だしリオレウスがモデルだし、最後にふさわしいモンスターね。フロンティアのヤバすぎる極みモンスター紹介は以上だぜ。メインシリーズの感覚が通用しない話ばかりだったわ。もう挑むことはできないけど、ちょっとだけなら挑戦してみたいかも。体験版みたいに、あらかじめ用意された装備で極み個体でチャレンジできるような、単独コンテンツがあったら私も間違いなく買うんだけどな。今の環境に慣れた人がやったら即答するかもしれないけど、モンハンの武者修行にはいいかもしれないわね。極み個体のヤバさを思い出した人、体感できた人は高評価を。フロンティアを懐かしめる動画も投稿していくから、チャンネル登録よろしくね。極み個体に挑んだ思い出や感想を、ガンガンコメント欄で語ってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンスターにも格差があって、解禁症のモンスターもいればご無沙汰なモンスターもいる。中には、出てこなさすぎて忘れてしまったモンスターもいるんじゃないか？虫モンスターの親玉とか、視線上を追われてしまった悲しいモンスターとか、言われれば思い出すけど、忘れてしまっているモンスターたちが必ずいるはずだ。私が思いつく限り紹介していくから、この機会にぜひ思い出してくれ。次回、もう一度会いたい、忘れられた大型モンスター15選。ゆっくり見ていってね。